埼玉県高麗軍の範囲高麗軍は埼玉県にあった軍。現在の行政区画ではおおむね以下の区域に相当する。716年、朝廷が駿河など7カ国に居住していた旧高栗から都来系移民百7 9 9人を武蔵国の一部に移し、高麗軍を設置したとされる。初代軍人は高麗若光で666年に、 高麗の福祉として、天智天皇に貢ぎ物を捧げている。設置時の軍役は、現在の日高氏と反応氏のそれぞれ一部であり、律令成果では、おごりに分類されていた。和名類受賞には、高麗号カズサザトの二経の名が記されている。合名から高麗ザトには、旧高栗の移民が、カズサザトには、カズサ国からの移民が配置されたものと考えられている。 中世移行軍域が東側の入間郡、引き軍方面に拡大し、江戸時代には現在の鶴ヶ島市全域、日高市のほぼ全域及び、半応市の東半分、川越市、狭山市、入間市のそれぞれ、北西側の一部を含む地域となり、入間川が入間郡との境界となっていた。廃藩置県後に行われた全国的な府県統合に伴い、入間県。 熊谷県埼玉県と所属を変え、1878年7月22日、軍区町村編成法制定に伴い、行政区域としての高麗軍が誕生した。高麗軍役所は、軍の中心地であった反応町ではなく、入間軍と共同で川越町に置かれていた。1896年3月29日、軍政の施行のため、入間軍に編入されて消滅した。 幕末の地五51、明細村52、鶴ヶ島村53、高萩村54、駒川村55、高麗村56、東後野村57、霞ヶ関村58、柏原村59、水府村60、玄梶村61、梶村62、生命村63、半農町64、原始城村65、南高麗村2010年5月に、 高麗軍県軍1300年祭準備会としてスタートし2015年に一般社団法人高麗1300を設立1300年の節目である2016年には埼玉県の事業として1300年記念事業が各市開催された4月には駒若光の会が高麗神社に記念碑を混立し高窓の宮菊子こほか竜講中日韓国大使 加瀬ヒ文部科学省らが混流を祝った。また、翌年の2017年9月20日には、秋人天皇、美智子皇后が私的旅行として、高麗神社を参拝した。天皇の参拝は創建以来初めてである。他に、小牧住宅、巾着殿を視察した。ありがとうございます。